2002年、13歳の野球少年はテレビの前にいた。あの頃はやっぱり強かったですね。パンチとか何でもできるし。アルバート・クラウス。当時22歳のクラウスは大方の予想を覆し、初代バックス王者に輝いた。バックスのトップファイターとして、日本人ファイターの高い壁として、クラウスは今も戦い続ける。まあ、でも見てても注目するっていう選手でもないし。クラウス優勝から8年、少年は今日22歳を迎え、初代王者と対峙。クラウスは昔からいるじゃないですか。そろそろ消しとかないと。世界へ踏み出すその第一歩。これが倒すっていう世代交代する。中島裕樹22歳。若さと勢い、あふれる自信、 K1 マックスの将来を担う中島裕樹という男。憧れではないです。倒さないといつまで経っても出続けちゃう。でつまんなくなっちゃうじゃないですか。彼にふさわしいのは有言実行という言葉。みんなテレビで見てた人だったんで、緊張がリングの上でも出ちゃいました。緊張しても日本トーナメント準優勝。尊敬するファイターはあのバンダレーシウバだが、人見知りが激しいかもしれない。その素顔は素直であどけない。屋外でのトレーニング、人目もはばからず汗を流すが、まだまだ遠い世間との距離。今日も全然誰も気づいてくれなかったですK1 で世界取って有名に なりたい。世間を振り向かせること、中島にとって大きな挑戦。ありがとうございます。ちなみに声をかけられればやはり嬉しい。中島裕樹の可能性は計り知れない。今さら世界トーナメント優勝するっていう選手でもなさそうだし、ベスト8止まりの選手なんで、世界今回勝って、絶対勝ってまた掴み取りたいですね、チャンス。22歳の世界初挑戦。誕生日なんで勝って自分にトロフィーをプレゼントして、まあもらえるんですけど、勝ったら。アルバート・クラウス VS 中島裕樹。